皆さんこんにちは私は青森空襲を記録する会理事の相馬新吉です今日も引き続き手元にありますこれは昭和53年に第三文明社から出版されました「えー、六番を染めた炎」ということで、えー、中身はほとんど青森空襲を体験された方の体験記 えー、ボリューム的には250ページほどありまして、非常に読み応えがあるものです。今日はその中からですね、相馬絹さんの空襲の爪痕というのを皆様にご紹介したいと思います。空襲の爪痕、相馬絹。あの恐ろしい戦争が終わって33年。 なかなか忘れることができません。その頃私は35歳で、私の子供たちは田舎に疎開させておりました。夫は船の機関士として働いておりました。また焼夷弾などを見たこともなく、ただ隣組の組長から、アメリカの飛行機は焼夷弾なるものを落とすのだから、と聞かされていました。もし焼夷弾が落ちたなら、 まず砂をかけそして水をまき竹沢に縄を幾重も巻きつけたもので叩いて火を消すようにと訓練させられましたそれでもアメ,アメリカの飛行機が来て時々爆弾の小さなものをあちこちに落としたりまた照明弾を何本も落としたりしていましたまたグラマン機がすごいスピードでガーンと低空を飛んできます ある人がその飛行機を見ようとして橋の上に立っていました。すると、グラマン機が低空飛行でやってきて、機銃を打ちちょうど腹に当たってその人は、苦し紛れに歩き、その傷口から内臓が出て、腸を引きずって死んだということもありました。私は、そのグラマン機が来ると、急ぎ足で防空壕に逃げ込んだり、押し入れの中に隠れたりして、 我が家に爆弾が落ちないようにと祈りながら、ブルブル震えておりました。そんなある日、親戚に不幸があり、田舎から祖父母が泊まりに来ました。泊まると言っても、布団や食料もほとんどなく、疎開した先から持ってこなければならない状態でした。ちょうど土曜日の夜だったため、子供たちも一緒にということになり、 その晩は有り合わせの食料で一家揃って夕食を食べることになったのですしかし運が悪いというかその日は7月28日アゴリ空襲が起ころうとする晩でした久方ぶりの和やかな暖暖が続いていた時突如警戒警報が鳴り響きました 私たち家族は一瞬静まり返り、外に出ました。隣組の組長は、逃げてはいけない。逃げないで家を守れ、と叫んでおりました。そんなことを言ったら死んでしまうと、私の夫は、子供たちを安全な場所を置いてくるから、と言って、全員家を離れました。ずっと向こうの田んぼのある方まで逃げようということで、防空頭巾をかぶり、 リュックには少々の米や豆をいったのを詰め、焼夷弾の直撃を避けるため、各自座布団を7枚ずつ持って、四人でまとまって一斉に酒屋町を目指して走り出しました。酒屋町の国道を越えていくうちに、警戒警報から空襲警報に変わっていました。その時の人の波はものすごいものでした。 また近くにある防空壕に入ろうとすると、あなた方まで入ってくるとこっちまで死んでしまうと締め出されてしまうのです。炎の中で B29 は道路の周りや線路の両端に次々と焼夷弾を落としていくのです。焼夷弾は落ちる途中、それがドーンと音がして花火のように四方八方にパッと広がり、あちこちにまた 長い焼夷弾がボタボタと落ちてくるのです私と娘は恐ろしくて近くにある物陰を見つけるやいなやそこに逃げ込み縮こまっていました向こうでは夫と息子が「早く来い」と叫ぶのですが声を出すことも上を見ることもできませんそうしているうちに夫たちとはぐれてしまいました周りは火の海です あまりの恐怖にこのままでは死んでしまうと思い私は無我夢中で線路を目指し走りました線路を越えて少し走っていくと一軒の家がありました頭にかぶっていた座布団などどっかに吹き飛ばされて亡くなっていましたそこでその家の人に何か上にかぶるものを貸してくださいと頼みますと小座を貸してくれました しかしもう周りは火の海でどこにも逃げられません。どうしようもなくなって私たちはそこの玄関に座り込んでしまいました。そこの家に東京から疎開してきた人がいて、こんな火は何でもない。みんなで火を消そう。と私たちを勇気づけ消火作業をしました。その結果、とうとうそこの家は燃えずに残ることにができました。 ふと道路の方を振り向くと国民学校から出てきた子どもたちがぞろぞろ並んで布団をかぶり泣きながら火をくぐって逃げ歩いていました米や豆をこぼしてしまったと言って泣きながらそれを拾っている子どももいましたそのうちに誰かが雨だと叫びましたしかしそれは雨ではなく飛行機からまかれた油だったのです そのため、ますます火の勢いは強くなるのです。逃げ回る人たちの背中に燃え移り、それに気づかないでいる人もいて、みんなでドブの水をかけ合って火を消しました。そうしたことを繰り返しているうちに夜が明け、B29 もいつの間にかいなくなり、火も消えて、周りはブスブスとくすぶっておりました。 娘と二人で家へ帰ろうとそこの家を出ましたしばらく行って沼の近くまで行くと人がゴロゴロとあちこちに死んでおります町へ着くと焼け野原とかしてただ煙がとっち上っていますその中を家族を探している人々の声が遠く近く物悲しく聞こえてきます その時の惨めさといったら今でも忘れることはできません。我が家のあったあたりに着くと家族たちがみんな泣きながら私たちを探しているところでした。夫は死んでしまったかと思ったと肩を抱き泣きながらお互いの無事を喜び合いました。しかし空襲が終わってもまだまだ戦争は終わったわけではありませんでした。 毎日のようにクラマンキが低空で青森の上空を飛んで行き、歩いている人たちを狙ううちにして行きます。食料の配給はそれからしばらく止まってしまいました。畑にも芋がまだ残っていたため、それを食べ、持っていたわずかな米をみんなで分け合って食べていました。また食べるものがそこをつくと川向こうにあった 日本軍の五連隊の畑から大根の葉を取ってきてそれを塩で煮て食べたりもしましたそうするうちにやっと配給が来ましたそれはゴロゴロした芋や麦の粉ぐちゃぐちゃした豆ばかりでした今思えばよくあんなものを食べることができたと思います栽培漁師の家が焼け残っていたため それから私たちはそこで生活をしましたが、疎開するところもなく、焼け出され、生きどころのない人たちは、堤川の川沿いに穴を掘って、そこで生活をしていました。ある時など、川向こうにある五連隊が爆弾攻撃されるというようなデマが飛んで、私たちは夜、一里も二里も遠く離れた、東岳の戸のいるところまで、 かや,や鍋ななどいろんもものを持って逃げたた。こともありました途中田んぼの中をガサガサと歩いて行きますと他の技にむしろを敷いて寝ていた農夫の人たちが私たちが来たのに気づいてアムイの人たちがこっちに来ると今度はこっちがやられるからこっちさこのえでけろと叫びます暗いために道に迷ってしまった私たちは ここはどこの村ですかと聞くと、ああ、わからねえ。早く帰ってきれ。と言われるのです。でも私たちは帰るに帰られず、山の中に入ってそこに穴を掘り、その穴の中で一夜を明かしたこともありました。しかしその後、爆撃されたのは、野内の方にあるタンクでした。夜が明けると、日本の飛行機が上空を、 ブー,ンブーンと飛び回りますその腹立たしいこと敵の飛行機がいる時は影に隠れてしまっているくせに米軍機が去ってしまってからぐるぐる旋回しているのですそうして8月15日天皇陛下のラジオ放送で終戦を知り自分の家のあったところに帰ってくっては見たけれど住むところがないのです 仕方なくそこにバラックを建てしばらくそこで生活をしました。私たちがこの町内では一番早く落ち着いていたのです。その頃はまだアメリカ軍が道路を隔ててすぐ近くにかんまぼこ兵舎を建てて住んでいた頃でした。堤川の河口にはアメリカ軍の鉄の船がずっと並び日本の子供たちはそのアメリカ軍の兵士たちの残飯をもらいに カカンカラを下げて並んでいま,したまたアメリカ軍の食料を盗もうとして撃たれて死んだ人もいましたある時など黒人などが私の家の周りに来て娘を出せと戸を叩くようなこともありましたそのため女の子たちはみんな髪を切り男のような姿をしなければなりませんでしたあの当時は本当に恐ろしく苦しい日々でした 今も戦争映画を見たり、国外のニュースを聞くと、その当時のことが思い出され身に染みます。どうか一日も早く国と国との争い事がなくなり、親子のようなつながりを持ってほしいものです。え、以上が相馬絹さんの空襲の爪痕という一文でございました。え、これもですね、 えー、今私まあ初めて結構長文でありまして、えー、その当時空襲当時で35歳ですからやっぱりあの大人の方ですので、えー、かなりその鮮明な記憶があってそれをまあきちっとした文章に書かれてということで、えーまあ、最近青森空襲を記録する回で毎年時代への証言集 観光しておりますけれどもやっぱり今お元気で、えー、語ってくれたり文章を書いたりくれてる人っていうのは、えー、当時はですね小学生の方が多いのでやっぱりこの大人だった相馬絹さんのようなですね鮮明な記憶はないんですね、まあ、これはしょうがないですよね。ですからまあ今更言っても始まらないわけですけれども。 相馬さんのように大人の方がまだまだ元気で青森空襲の記憶が鮮明で文章を書いたり語ってくれるそういう時期にきちっとやっぱりねたくさんの方の証言記録を残すべきだったんですね。青森市も一度やりましてかなりのボリュームのある本を出されておりますけれども。 一回こっきりっていうのがやっぱりもったいなかったなと一番力があって予算があっていろんな方に広報を使って声かけられるのも市役所が一番ですから市役所が率先してやっぱりそういうことをした市町村というのはきちっと戦争の記録空襲された時はその被害記録がですね体験者の方の 投稿などによって残されているということなんですね。まあ未来を語るにはあ未来を考えるにはその足元の歴史をきちっとね知るということがあ基本中の基本になりますので、まあ、今私たち青森空襲を記録する会は残念ながら青森市というのはえ全くそういう青森空襲の 体験集を出すとかあるいは1,080名ほどの方々がアモリ空襲の犠牲になってるんですけれどもまだ半分ほどの人しか氏名とか住所が分かっておりません残りの500人以上の方のそのせめてお名前とねどこに住んでたかそれくらいでも えー、青森市役所に一緒になって調査しませんかと、えー、何度も声をかけてもつれない返事ばかりです。まあ、こういう戦後76年たってね当時のそういう情報を持ってるとすれば戸籍を管理している青森市役所しかないにもかかわらずですよやろうとしない。個人情報云々かんぬんぬてね それを盾にしてやらないんですけどもまあ実際やってる市町村がありますからそれはほぼほぼ市役所のやる気があればやれるし特に首長さんが「よしやるぞ!」って鶴の一声で、まあ、私も役所にいましたからすぐ動けるんですよ首長の命令でやるわけですからねそれは当然あの部下として、えー、上司から命令されたら すぐ着手するというのがどこの行政機関も同じですのでまあそういう意味から言っても今の森市長はそういうのは全くやる気がないということでまあ小野寺さんはねもともと市長に、えー、立候補するときに、えー、この町に、えー、馴染みのある、えー、中学校高校確かにいたかもしれませんけどまあ私らから見れば高々かか6年。 それが今の青森空襲のねこういう亡くなられた方のまだお名前もわからない方の調査一緒にやりませんかと言っても、えー、全然聞く耳を持たないわけですから小野出さんが言ったその私はこの町に生まれてあ生まれてってね馴染みがあって青森市を愛するってねちょっとなかなかそのままストレートには聞けない言葉のようであります。 以上、えー、今日は相馬さんの青森空襲の体験記を皆様にご紹介いたしました。ご清聴ありがとうございました。さようなら。